はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は7月31日に登場しましたガーディアンのグレード85以上全選手徹底解説を行っております。ということで、えー、今回パート5やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、ここまでね、パート4までしっかりとやってきまして、パート5残り5名ですかね、えー、今日ね、評価して終わりになりますが、まあ全体的のガーディアンの質ね、 まあ、ここは結構ね、まあ、今年の限定の中でもトップクラスに入るんじゃないかなというところの話をね、まあ、度々、えー、させていただいてまして、まあ、でもちょっと J2 に入ってきてちょっと陰りが見えてきてるところもね、正直、まあ、あるっちゃあるんですけど、うん、まあ、当たり率に関しては、まあ、正直 J1 の方が上かなと、今のところね、まあ、そんな感じがしますけど、さあ、果たしてね、この残り5名を見た上でね、どう思うかっていうのも結構大事なんでね、はい、ということで、えー、しっかりとね、今日も、 えー、5名ね、残り5名解説していきたいと思います。よろしくお願いします。で、あとですね、今回のガーディアン登場に伴いまして、新スキルが登場してますね。鉄壁の番人というものがね、まあ、シュートセーバーョイで登場してるわけですが、さあ、こちらの解説はですね、パート1の冒頭の方で行ってますので、まあ、ぜひね、この動画見終わった後にそちら気になる方は、パート1のね、冒頭部分ご覧になってみてください。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ早速ね、ここから評価にも入っていきたいと思います。 え前回はですね、ちなみに、えー、藤枝マヨシーの川島選手までやりましたので、続きからですね。はい、ということで、じゃあ、ここは、えー、山口の関選手からですね、見ていきましょう。さあ、グレード91のパワータイプで登場してます。スキル構成がシュートセーバー、制空系の掌握、1対1の集中力。チームスキル、ディフェンスゴールキーパー、全パラ強化 A。ボーナスセンスがディフェンス20%プラス、EP30% プラスのダブルセンス。 総合値が6436のディフェ千チ1565というカードになっております。はい。ということで、こちらのカードね、評価つけていきたいんですが、こうクラチャンはですね、うん、まあ、これはそうですね、査定考えると、うあん、まあ、9で、はい、つけておきます。で、リーグも9で、はい、評価しておきます。ということで、ま、9級評価なんで評価いいんですが、 さあまあまいい点としてはね、まあ、まずクラちゃんの方から見ていきたいんですけど、まあ、A スキルね、大事なところですが、シュートセーバーということで、まあ、最低限ですね、はいしっかり持ってきてて、で制空権の小枠1対1の集中力というところで、まあ、セービング3周持ちですね、うん、まあ、しっかりとね、まあ、守備しながら、まあ、守備しながらというか、まあ、セービングしながら、うん。 まあ、稼げなくはないと思うんでね。まあ、展開によると思いますけど、まあ、しっかりと攻められた展開だったら稼ぐと思いますので、まあ、ボナセン EP30 パールのを加えてね、まあ、ここで、まあ、EP しっかりつけば、まあ、稼げなくはないと思うんで、はい、いいんじゃないかなと思いますね。ということで、まあ、正直8.5か9かちょっと悩みましたけど、まあ、一応9で、はい、つけときたいなと思います。 で、あとですね、リーグの方も、まあ、シュート制は制御権小枠一対一ということで、まあ、今までだったら結構当たりカード。まあ、これからも、まあ、当たり枠だと思いますけどね、こういうカードはね。うん。まあ、今回のガーディアン結構ね、その間合い系を持ってなかったりとかするんですけど、これがどう影響するかっていうのはちょっと難しいんですけど、まあ、現環境で間合いがいらないってことはないんでね。うんで。むしろ間合いがないとボレが決まりやすいんで、またボレ環境が来るのかもしれないしね。うん。まあ、こういうとこ,こういうキーパーが増えるんだったらね、その今みたいなね。 あのガーディアンっぽいキーパーね、まあ、エアオールとセーフィング2種とかね、と、うんまあ、いうのもちょっとあるので、まあ、どうかなと思うんですけど、まあでも、まんべんなく、ね、対応できるキーパーも、まあ、これはこれで万能な選手として評価できると思いますので、まあ、ボナセンのディフェンスもありまして、まあ、ディフェンスも1565というところで、まあ、決して悪くないので、まあ、9ぐらいは、うん、つけていいんじゃないかなと思いますね。はい とということで、まあ、関選手もね去年のフォーカスとかぐらい、まあほ、去年のフォーカスよりもこっちの方が強い可能性もね全然あるぐらいのカードが、うん、登場しているので、まあ、キャリア1の可能性もあるぐらいのねカードが、はい、今回出てると思いますので、まあ、ぜひ、ね、ここ気になる方は、ぜひ狙ってみてください。まあ、山口がね結構調子いいんで、もしかしたらもう関選手だったらもうちょっと上狙えるかもしれないけどね失点もそんなしてないしね、山口ね。うん 結構クリーンシートとかよくや,、ね、結構やってるイメージもあったりするんで、うん。まあ、ここで終わっ、まあ、どうなんだろうな。<laughs> まあ、でも、とりあえずね、まあ、グレード91ではありますけど、まあ、素晴らしいカード出てるんで、まあ、狙うは狙った方がいいと思いますね。まあ、ただ、これ以上狙える可能性も考えながら今シーズン立ち回るっていうのも、まあ、一つの、えー、立ち回り方かなと思いますので、そこはちょっと考えてみてね、まあ、今回優先的に狙うべきなのかっていうところはね、そういったところを考えた上で、 ぜひ挑んでほしいなと思います。まあいいカードだと思うんでね、積極的に狙ってみてください。はい。じゃあ続きまして2人目ですが、ここは徳島の森選手ですね。はい。さあ今回はグレード90、えー、ごめんなさい、85ね、のバランスタイプで登場してます。スキル構成が空中性の支配者、インターセプト、タックルで。チームスキル、ディフェンスゴールキーパー、全パラ協会 A。 で、ボナセンがスピード20%プラス、総合値5935のディフェッチが1538というカードになってます。はい、ということで、ここもね、評点付けてお話ししていきたいんですが、まずリーグ、あえっと、クラチャンですね。ここはね、まぁ、あ、6.5でしょうね。はい。で、えー、リーグの方も、まぁ、あ、6.5ぐらいかなと思います。はい、ということで、6.5、6.5の評価にさせていただきましたが、 まず、クラチャーメンの話からね。じゃあ、ここもしていくんですけど、A スキル。まあ、大事ですね、ここね。空中性の支配者。まあ、競り合いの上位なんで裏、裏 IP30 ありますけど、ちょっと展開にね、やっぱ左右されやすいスキルだからね、安定するかと言われると、もう何とも言えないかなっていう、試合展開次第かなと。まあ、展開次第では稼ぐ可能性もあります。結構、ブレがね、もう振れ幅が結構大きいので、うん。まあ、試合によるって感じですかね、ここはね。タックルとか捨てるほどの安定感はないかなっていう感じです。 で、B にインターセプト、C にタックルなので、これもね、できれば逆の方がね、稼ぎやすいっちゃ稼ぎやすいよね。やっぱスティールと、まあインターセプトでちょっと役割被るとこがどうしてもね、空中の部分ね、あの、あるので、まあそれだったらタックル B の方が、なんか、うん、どっちで来られても安定しそうだなっていうところね。まあ見えるんですけど、この順番だとね、ちょっとね、地上戦になりすぎた時とかに、まあどうしてもね、やっぱ C スキルのタックルが一番発動する可能性っていうのは結構あると思うんで、 で、ボナセンも EP ないとなると、まあ、6.5ぐらいが精一杯かなっていう感じですね。僕の中ではね。うん。だちょっと稼ぎにくい試合がね、あるかもしんないということを頭に入れながら、まあ、EP つけばクラチャンというのはなしではないんだけど、そのブレというのもしっかりと意識した上で使った方が、まあ、いいんじゃないかなとは思います。で、リーグ面もね、まあ、同じようなことがちょっと言えまして、まあ、ボナセンがまずディフェないっていうところで、まあ、プラス点はちょっと見込めないかなというところと、 あとはまあ空中戦インターセプトタックルというこのスキル順ね。まあ、スキルの組み合わせはディフェンシ種で悪くないんだけど、順番の問題がちょっとあるかなと。まあ、タックルがせめて B 欲しいなっていうね、最低限ね。うん。で、タックルが B にあったとしてもやっぱボナーセンディフェとか欲しいからね。うん。というところで、まあ、ちょっと足りないところが、この表面の中だと、 うん、まあ、ちょこちょこやっぱ見受けられるかなというところで、まあ、どうしてもその、他のサンセンスとかキラーとかクラブリンクでね、上積みできて、どうにかなればいいんですけど、うん、まあ、そのハードルがちょっと高くなっちゃってるかなっていうのが、まあ、正直な感想かなと思います。はい、ということで、まあ、リーグとかで使うんだったらやっぱね、相当な上積み欲しいね。その、やっぱディフェンチが相当高くないとね、まあ、スキル整った選手に勝ちようがないからね、うん、そういうところ考えるとちょっとハードル高いんですけど、まあ、ジクラブとかで、 うんまあ、例えば、徳島のクラブリンク使ってるとか、そういう人からすると、ちょっと使うハードルは下がると思うので、まあ、そういう人たちがどれぐらい仕上げれるかなっていう、またクラブとかでわざわざ使うほどではないのかなっていう風な感じですよね。あと、去年のまあフォーカスとか持ってる人は、去年のフォーカスの方が強いんじゃないかなっていうところもありますかね。はい。ということで、うん、ちょっとね、まあ、惜しいというか、 まあ仕方ないのかな。もうちょっと評価高くてもいいような気がするけどね、ここはね。まあ徳島もちょっと苦しんだとこありましたけど、まあでも復調してきてますからね。まあそのうちグレード査定もちょっと良くなるんじゃないかなと思いますけど、まだちょっと悪い状態なのかもしれないね、ここはね。はい、ということで、まあそんな感じの、まあ、評価と思っていただけたらなと思います。まあちょっと今回はね、うん、まあちょっと他のレベルが高いだけに、 うん、余計にちょっと厳しく見えちゃうところも正直あるんですけど、まあ、なかなかちょっとね、難しいかなと思いますね。まあ、絶対だめってわけじゃないんですけど、ちょっと使うハードルが高いと思っていただけたらと、まあ、クラッチャンリーグともにね、まあ、そんな感じの評価になっております。はい、じゃあ続きまして、3人目見ていきましょう。さあ、ここは、<coughs> さあ、江崎選手ね。はい、見ていきましょう。 グレード87バランスタイプで登場しています。スキル構成、ダイナミックインターセプト、ハードタックル、前線のフィード。チームスキルがディフェンスゴールキーパー、ズンパラ強化 A。モナ戦がパワー20%プラス。総合値が6051のディフェンスが1582というカードになっております。はい。ということで、この江崎選手のカード、じゃあね、評価していきたいんですけど、ここはですね、クラチャンだと7.5ですね。はい。で、リーグは、えー、8、うん8かな。 はい。7.5、8で評価したいなと思います。はい。ということで、ここまずクラちゃんの話からね、していきたいんですが、まあ、ここはね、スキルがダイナミックインターセプトということで、パイクトスティール上位で裏 IP30% というところですが、まあ、いいですよね。うーん。まあ、稼ぎやすいと思います。まあ、しっかりパスカットを絡めば、稼いでくれる印象があるのと、あと B のハードタックルもいいね。まあ、パスカットとタックルで、まあ、しっかりと稼いで、まあ、ここでボールカットできたときに、ま、あ前線のフィードまで打てれば、 まあ AC、BC の連動も考えられるということで、まあここはね結構ね稼ぎやすいスキル構成になってますので、まあボナス EP なくても7.5ぐらいの評価はつけれると思ってください。まあいいと思いますね。まあだから他のセンスでね EP がつけばクラちゃんというところはなしではないかなと思いますね。はい。で、リーグ面もまあスティールね A の B タックルということで、まあこの2つ活かしながらしっかりと守備できたらいいなというところですね。 まあ、ボナス性のパワーも決して悪くはないんですが、まあ、ただね、まあ、やっぱディフェ欲しかったね。うん。まあ、ここはやっぱり能力値の問題、まあ、能力値はね、1582ということで、まあ、十分な数値持ってるんですけどね。まあ、ここやっぱ上積み欲しいんでね。ということは、まあ、使うんだったら、リーグで使うんだったら、残り3戦すでばディフェ値上げたりとか、まあ、スキル強化つけてうまく強化して使いたいですね。はい。ということで、まあ、カードは悪くないと思います。まあ、特にスキル面とか安定感あるので、まあ、ヘディングはちょっとないんですけど、 まあ、も、大事、まあ、必要最低限のやつは持ってると思っていいと思うんで、まあ、仕上がったらクラチャンリーグともにね、起用というところは全然ありかなと思います。はい。じゃあ、続きまして、4選手目、見ていきましょう。はい。えー、ここは安藤選手ですね。はい。見ていきましょう。さあ、グレード90、パワータイプで登場しております。スキル構成がソリッドガーディアン、ヘディングクリア、スペースへのフィード。 チームスキルはディフェンスゴールキーパー、全パラ強化 A。ボーナスセンスがパワー20パープラス、EP30 パープラスのダブルセンス。総合値が6382のディフェンチが1510というカードになっております。はい。ということで、安藤選手のカードをね、評価していきたいんですが、ここはですね、クラちゃんは、そうですね、これは8.5ですね。はい。で、リーグはですね、うんまあ、これはね、まあ、7.5かな。 はい。で、付けたいなと思います。はい。ということで、8.5、7.5という評価になりましたが、えー、まずクラチャンの方からね、評価点話していきますと、まあ、A スキルね、ここ大事ですが、ソリッドガーディアン、いいですね。裏 IP50% のタックルスキル。まあ、これ稼ぎでくれそうですね。はい。で、あと B がヘディングクリア。まあ、これも決して悪くないですね。で、スペースへのフィード。まあ、これは、いいね。うん。ということで、まあ、クラチャンだったら、まあ、ソリッドガーディアンからの、 スペースへのフィードというのが稼ぎ頭になってくるところかなと、この流れがね。うん。で、ヘディングもうまく絡めながら、まあ、稼いでいくというところで、まあ、スキルの組み合わせは決して悪くないし、あとは、ま、ボナセンのね、EP30% プラスも合わせて、まあ、8.5ぐらいは、うん。まあ、9に近い8.5ぐらいって見ていいんじゃないですかね。まあ、それぐらいの評価あると思っていいと思います。 でリーグはね、ちょっと7.5ぐらいかなという評価なんですけど、ここはね、まあ、いくつか、まあ、気になるところがありますね。やっぱ、スティールがまずないというところが、ちょっとネックかなというところですね。うん、まあ、センターバック1本だからね。まあ、せめてサイドバックできるとかだったらね、もうちょっと、かばいよかばいよというか、もうちょっと評価の上げようがあったかなというところと、 で、あと、ボナセン・ディフェがないっていうところね。まあ、パワーも決して悪くないんですけど、まあ、ここはやっぱディフェも欲しいかなというところで、まあ、パワーなんで、まあ、8に近い7.5ぐらいと思っていいんですけど、まあ、やっぱスティールがないのもね、ちょっと怖いね。うん。まあ、ここがね、やっぱ致命的な、うーん。まあ、例えば、ラス、ね、ちょっとしたパス、スティールで枯れ、あったら枯れてたな、みたいな、パス枯れなくて失点したとかね。うん。やっぱ今、特に CF 強い選手多いんですよ。 だここにボール入れたくないっていう場面って結構あると思うんですよね。それができないっていうのは、もう、展開によっては致命傷だよね。うん。だこれを受け入れてなら使えるんだけど、これが嫌って思うんだったら、ちょっとやっぱ使えないよね。うん。ってなっちゃいますね。特にまあ、一点勝負とかになりやすい試合が、まあ今後もしね、あったとして、そういう時はもうこれのせいで負けたぐらいの可能性もあるんでね。はい。そこをどう考えるかですね。まあ、 すする時にしっかりと、まあ、デメリット部分みたいな感じですよねここを受け入れてまで使えるぐらい仕上がってたら、まあ、リーグ企業も全然ありだと思うし、まあ、クラチャんは別にいいと思うんですけどね。うん、ということで、まあ、そこがちょっと気になるところかなと思います。はいということで安藤選手もね評価だいぶ上げてきてますからね、去年からね。まあ、これからもまだまだ、ね、カード期待できると思うんで、まあ、次出るときは、ねもしかしたらね、めちゃくちゃ仕上がってるかもしれないでね。でもね今回のカードでね収穫あるところでやっぱソリッドガーディア持ってきたところじゃないかなと思うんですよね。 これってやっぱりディフェンダーの、まあ、今までね、まあ、今回もガーディアンでいろいろ選手出てますけど、まあ、ガーディアンだからちょっと出やすいっていうのはありますけど、あんまり持ってこないんでね、うん、それを持ってきてたっていうのは、一ついい勲章になった限定なんじゃないかなというところは考えていいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ本日最後の選手、えー、全体でも最後の選手ですね。ということで、出森選手見ていきましょう。さあ、グレード85のテクニックタイプで登場してます。 スキル構成が絶妙の間合い。クイックセーブ後方からのフィード。チームスキルはディフェンスゴールキーパー、全パラ強化 A。ボーナスセンスがテクニック20%プラスで。総合値が5910のディフェッチ1561というカードになっています。はい。ということで、こちらね、出森選手のカード評価していきたいんですが、まあクラちゃんはね、これは、<laughs> これはね、まあ6かな。はい。六ま五、あ、5.5かな。うん。5.5でつけたいと思います。 で、リーグはね、これはね、うん、まあ、3.5ですね。はい。ということで 5. 5、5.5,3.5という評価になります。さあ、ということで、じゃあ、クラちゃんの話からしていきたいんですけど、まあ、絶妙の前が A スキルなんですよね。まあ、これは決して悪くないんですけど、まあ、ここに A スキルね、絶妙の前持ってるってことは、まあ、シュートセーバー持ってないと。うん、まあ、ここはちょっとやっぱ厳しい点が一つですかね。やっぱり今のクラちゃんのゴールキーパーっていうのは、シュートストップ能力っていうのも、 結構欲しい。欲しがられるところ。ま、なぜでかっていうと、やっぱりみんながみんな稼ぎに来てるわけじゃないからね。だから稼ぎに来てない人に対して振りすぎるっていうのが、ちょっとやっぱり今の環境なので、もうゴールキーパー、シュートセーバーは結構必須なので、まあ、いくら稼げてもちょっと環境には適してないっていうのはここに、うん、ここが全てかなと思いますよね。うん。で、クイックセーブ、後方からのフィールドも厳密に言ったらこの組み合わせで別に稼げないわけじゃないですよね、でもね。稼ぐためだけならなくはないんですけど、まあ、でもボナセンピないからね。 せめてこれで使うんだったらボナセン EP を割いて欲しいよね。うーん。っていうところがあるので、ちょっとやっぱりどっちにしてもハードル高いかなっていうのが正直な感想かなと思います。で、リーグ目はね、そのシュートセーバーがないのがさらに響きますからね。ここはね、ちょっときついね。ボナセンリフェもないしうん、評価がちょっと上がりようがないかなっていうのが厳しいポイントかなと思います。はい。 とということで5.5、3.5、まあ、という厳しい評価になりましたが、まあ、でも、出森選手も、ね、ここ85超えたことに関しては意味あると思います。はい、でなかなか、ね、これ J クラ、よくあの初めて85超えた選手とか、それこそまだ評価が上がりきってない選手、うん、とかが限定になった時によく起こるんですけど、まあ、どうしてもスキル面が、ね、ちょっとやっぱりどうしてもそういう外れ枠という言い方は良くないんだけど、どうしてもちょっと厳しい枠に入ってしまいがちなんですが。この 登場を繰り返すことによってね、やっぱり、まあ、今正直ガーディアンで出てる選手も、じゃあ最初からいいスキルで出てたかって言われたらそういうわけじゃなかったりしますからね。うん、と考えると、泉、ま、森、あ、選手もね、これから、まあ、カードがいろいろ出ていくにつれてね、まあ、ゴールキーパーってやっぱり85超えやすいっていうのもあるので、こうやってね、まあ、チャンスはね、これからもまだまだあると思いますので、まあ、そういう時きに、まあ、次、いいスキルとかね、で来てくれる可能性がむしろ上がったと思っていいんじゃないかなと思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、これからのカードにも。 注目してみてください。はい、ということで、本日の5名の選手の評価、えー、評価終わりまして、全、えー、何人だったかな ?55 の666、28枚かなのカードがあったんじゃないかなと思うんですけど、はい、全部で紹介終わったということになります。まあ、今回ね、全体的に見た感想としては、やっぱ J1 がちょっと強めだなと、うん、いう風に思いました。まあ、特に J1 の、 まあ、グレード的な問題とかも、例えば85から88はそんなに当たりがないわけじゃなく、ここも結構しっかりと当たりがあるし、89から92もしっかりと当たりがある。当然、ピックアップ枠も結構強めということで、J1 のクラブを引けば大体当たりだな、みたいな印象はちょっと強かったなと。で、J2 に行くにつれてそのしわ寄せがやっぱ来るのか、まあどうしても全体のその評価として全、全体のその出来としてはやっぱり J1 が良すぎるので、 ちょっとやっぱここに比べると、まあ厳しい部分も見受けられたかなと。まあでもその中でも、まあいいスキルでね出てる選手もいますし、ちょっとボナー戦が一致してないのもちょこちょこあったような気がしますけど、うん、まあ決してでも、まあそういう意味ではスキルがある程度しっかりしてればね、まあどうにでもなるところはあるので正直ね。うん。ということで、まあ実用性に、まあ飛んだカードというのはね、まあ実にも見受けられましたので、まあセンターバック、 特にゴールキーパーというところ、この2つのポジションを、まあ、ネックとしてる人とか、まあ、今回更新したら大きいなという選手がいる人は、まあ、結構チャンスというか勝負に行きやすいタイミングなのかなとは思いましたね。はい。で、また細かい評価とか皆さんの評価とかね、また動画にして、まあ、これからまたね、いろいろ動画上がっていくと思うんで、まあ、ただね、ここね、限定のインターバルがちょっと短いので、もしかしたら、 あの、物によってはちょっとできない可能性があります。っていうかまあ、そのフォーカスプレイ4弾と一緒にやろうと思ってるやつもあるので、まあそこはちょっとね、ご理解いただけたらなと思いますね。はい。ということで、ちょっと僕自身も、ちょっとご、自分の都合でしかないんですけど、ちょっとライブ今やってるのもあるので、なかなかちょっと、いつもよりは動画に避ける時間がちょっとないんですよね、正直ね。なので、ちょっと投稿頻度とかが、これを皮切りにちょっと落ちるかもしれないんですけど、まあでもね、ライブ終わったら、 まあ、いっぱいしこたま作ろうと思うんで、まあ、ぜひよかったらまたその時ね、しっかりと見てほしいなと思います。では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。今失礼します。バイバイ。